これに見覚えはないかい？私の祖先がここで手に入れたと言われてるんだ。その時、竜の目には光が宿っていた。今は消えてしまった光を取り戻したいんだ。どうしたらいいのか教えておくれ。なんか奥に連れて行かれたな、ドラゴン。ちょっと待って、唐突だな。全力で行くか。まあ、天狗でしょ。でアルベルトはまあいつも通りサイコブラストで、ナイトハルトはまあディフェンダーになってるけど、これディフェンスモードにしてあるんで、元はなんだっけ、あのいつものやつで、マリーンを仲間にしました。でマリーンってクラス変えらんないんだよね。で武器はダヤリしかないから、適性持ってんのがちょっと使ってるけど、今のところまだ期待中なのであんまり強くない。でラファエルは連れてこなきゃいけないから、エスパーダロペラを装備させてます。全然技覚えてないんだよね。だからちょっと戦力不足だな、まだ150。ゲッ、やばい。あれ、なんかナイトハルト殿下しか食らってないんだけど。サイコブラストがかなり戦力になるな。でも回復はしておかないといけないからね。減ったらもう早めに回復しておこう。まあでもブラッドスパルタンだよね。で1使うけど、もういいや、命を削っていこう。また天狗昇竜派、大きいね。2000いた。マリンね、めちゃくちゃね、防御力低い。まだ仲間にしたばっかりっていうのもあるかもしんないけど、結構死にやすいんだよね。ヒットポイントが低い、てかラファエルの方が低いし。今見たら攻撃、ただやっぱり技としては総流派は強いん でナイトハルトは全然回復力が低い系のキャラなんで、3しか回復しないよね。でマリーンは逆なんですよね。初期 BP が低くて回復量が高いっていう。でラファエルはよくわかんない、正直。あ、リュウノスケ、ちょっと。とりあえずマリーンは大丈夫か。総流スピン。マリーン LP5 になるくらいまではちょっと、やるか。総流派で。シフ自分で回復させよう。最悪回復してくれない恐れがあるからな。恐怖状態になってるから。やっぱりマリーンだな。なんだかんだでマリーン。あ、やばい。狙わないで。倒て、倒した。あんまり強くなかったな。自然技、竜の目、瞳、どっち、目だな。瞳だったら瞳っていう漢字を使いそうだからね、普通に。ジュエルもゲット。で、どういう性能だ。一応装備はさせてあるんだよね。装備し、外れてるし。おお、普通に強いじゃん。物理防御と術9あって、何が上がる。体力9上がんのか。今プラ10が19になって、めちゃくちゃいいじゃん。射突、炎、霊気、雷に強い。これ普通にいいわ。じゃあ竜の瞳ゲットしました。よくやってくれた。タイニーフェザーは我が手に落ちた。お前には礼をくれてやろう。というわけで裏四天王イベントですね。ちょっと発動条件がわかんなくて、水流とアディリスはなんか普通にモンスターを増やせが終わっちゃったんですよ。でタイニーフェザーやってたら、ほら、ランクが出るじゃないですか。今何番目のモンスターが一番いるよみたいなやつ。あれが消えたんすよね。で、それで、まあ乗っ取られたっていうことなんでしょうけど、なんでアディリスと
水流は乗っ取られてないのかがよくわかんない。でこの後フレームタイラント行こうと思ってたんで、フレームタイラントもじゃあもう乗っ取られてるのかな。とりあえず戦っていきましょう。バンタライズ覚えたんだよね。これめちゃくちゃ強い。でナイトハルト殿下どうする。ブラッドスパルタンしかない。総流派、まあ、1使わないかもしれないからね。デスパドロペラは、まあ、まだちょっと電光石火、いや乱れ好きでいいか。でリバイバーかけておこう。まあ、火の鳥も単体火力が高いわけじゃないから、まあ、ちょっとまず自分だな。フェーバーペッカー無駄。これで終わり。もしかしてこのターンやつ手抜きは乱れ突如総流派2900。バンダライズ単体で2200出るからね、ガチで強い。まあ、LP ちょっとアイスソードだから消耗しちゃうんだけど、そこはしょうがない。でシフ耐久度高いけど、まあかけておこう。天変地異、これは全体だからね、どれだけ食らうか。浦四天王の天変地異、200ちょい結構食らうな。2人回復に回さないといけないか。出た乱れ突然流派。じゃあまあバンダライズと変わんねえし。さてちょいと回したいから、切り返しでナイトハルトももう回復に回ろう。で周りにも回復に回って、てか4人回復に回ってもいいかな。あムーンライトヒールって5を消耗するのか。じゃあリバイバーかけとこう。ちょっと耐久力の低いマリン今度は。2つ止まらないし、単体攻撃1回で終わってくれれば全然楽なんだけど、まあ、天変地異がきついからそれをしのげばまあなんとかなるっていう感じかな。でシフ OK でしょ。でバンドライズ行こうもん。でナイトハルトは自分を回復するか。でマリーンもちょっと回復に入って、フェラファエルは電光石火が打てない。じゃあハイブサギでいいや。リバイバがもう打てないな。殴っとく。何も技覚えてない。奇跡の水とかあるんだけどな。いけバンドライズ。くちばしこれだけで終わってくれれば超楽だ。あ暗闇になってる。112で回復量がね4だからね。ナイトハットも攻撃もあるか。でマリーンが浄化の水でラファエルだな。で電光石火打ってのちょっとムーンライトヒールでラファエルを隠しておこう。回音波これは、あ頭が下がるけど、まあ大してないこれ。切り返し系が当たんねえんだけど。浄化せよ。あちなみにもうラファエルずっと連れていくつもりない。これ最終メンバーで一応今回固定です。まだ命は大丈夫だなシーフで。どうしようかな。2段突き螺旋突き3。ナイトハルトマジで BP の回復量が少なすぎる。初期 BP が高いっていうケースなんだろうけど、マリーはだってもう6あるからね。LP が11あるからそういう範囲打てんな。でラファエルもまあ普通だな。でフラーマーも回復量が少ない系なんだよね。ちょっと奇跡の水使うか。次絶叫、うわーこれはやばい。草を捨て
196卒。頼みのバンドライズミスってる。命が削られただけだ。さてではどうする。まあいいや、切り返しのちょっともう自分で浄化していこう。水の魔法はマジで重要だから。え、命を使うの。じゃあムーンライトヒルでナイトアウト回復して、フラーマがどうしても火の鳥を覚えてる関係上回復がねないんだよね。スターライトビットあるけどさ、これ使ってみる。なんとなくよくわかんないけど使ってみよう。海音パワー1人か。これ全然攻撃力高くないからね。よし浄化した。これでマリンも浄化。スターライトビット効果がわかんないけど何かが発動してくれれば。でまた LP8 あるか大丈夫。バンドライズナイトハルトは、浄化5使うのかマイナスだな。じゃあ攻撃しとこう。でマリンがだいぶ余ってんだよね。だからフラーマンでしょ。回復はシフは大丈夫だな。エスパダロペラがちょっと配布先にしとこう。いや、やることがない。殴るか、なんか覚えてくれ。はい、おっ、これ大丈夫なやつだ。当たってくれ。よし、剣戦。これ別にあんま強くないんだよね。剣戦結構減るんだよね。ただ BP がだから切り返し、これもうバンタライズ、切り返しバンタライズだな。ブラッドスパルタンで回復は主婦が若干減ってきてるけど、やっぱ総流派にしてラファエルは電光石火打って、でムーンライトヒルで主婦を回復だな。絶叫めんどくせえなこいつ。あ、ナイトハルトだけだ。ダメージはないからね。絶叫はダメージだとちょっとめんどくさそう。ヒットポイントは高いね、揺らしてんの。さすがに総流スパルタ2400。シーフの命がどんだけ持つかだな。でナイトハット待って、 BP 少なすぎだ。 BP 少ないもんだよ。で浄化で長期戦になった時やっぱちょっときついよね。 BP の回復量が少ない人って。フラーマもそうなんだけどさ、フラーマちょっと考えないことな、やること。テンペッチめちゃくちゃ吹っ飛んだな。まあ200、250はいかないけど250前後食らうな。うわパンダライズなんか水が多くなってきた。奇跡の水を使うのはちょっともったいない気がするんだよな。癒しの水で回復していこう。200台のみんな200台だし、ムーンライトヒールちょっといったん、まだリバイバルが効いてるからね、余裕はあるけど。火炎波そんなに強くないからな、これ助かる。長期戦になるだけで立て直しはまだまだ全然できるから。浄化の水ちょっと間違えた。何を浄化してるんだ、汚れ。ちょっと待って、バンダレツちょっとこれ最後だな。5は残しとこう。でブラッドスパルタン入って、マリーンがだから自分を回復だな。でラファエルも攻撃に入るか、電光石火。あ、待って待って、電光石火より乱れ好きの方がいいのか。スターフェットビットってこれ自分、あ、自分だけしかできないわ。ちょ、何がいいんだマジで。ヘルファイル打っとくか、やることなさすぎる。また絶叫か、2人。あ、最初3人取っちゃった。しぶといマジで。
ブラックスパッタの1000くらいか。怪人の怒り、これウコムマリーンちゃんがいるからね、いいね、いいダメージにはなったわ、いいダメージにはなってるけど、なんかこっちいいのはないな。勝ち切りでいくか。シフはちょっと回復しておいた方がいいかもしれないけど、ちょっとソリハウトで、でこれでいいや。攻撃あるの、カニオンパが弱いからね。天変地異さえ気をつけてれば全然なんとかなるわ。それかけ、やっと倒した。強くはなかった、時間はかかったけど、時間はかかったけどそんなに強くはない。もともとなんか強いイメージがないからな、そもそも四天王の中でも。散ったか。エピックヒーロー、じゃあ他の四天王もちょっと見てみる。未解決になっちゃったよ、まあ、それはしょうがない。でエピックヒーローだけちょっと確認しよう。片手用の攻撃力36、言うてもねそんなに強くないんだよね。フランシスカがだって31だから、 LP 系って考えるとちょっとな、40割ってくれるといいんだけど、まあ、とりあえず持っておきましょう。いや水流はいないな。ってことはやっぱりこれやってる時か、やってる時なんだな。モンスターを増やせ、だ獣がもう罰になっちゃった。イノマスウィングになっちゃいました。でモンスターを増やせ、どれだ。で昆虫で、昆虫はだからグレートピットアデリスの願いを叶えることができたでもう終わっちゃってるんですよ。であと終わってんのが水流のやつ、ちょっとないけど、ないけど水流のやつも終わってます。じゃあちょっとジェルトン行きますか。でこれで依頼されるよね。依頼されてやります。でここでそう順位表が出て、でさっきこの順位表がいきなり表示されなくなっちゃったんだよね。それが多分乗っ取りイベントだから、どうすればいいんだ。これ乗っ取られたわ。あのランキング表がまたなくなった。でなんかね、街に帰ったらなくなったんだよな。確かに水流とかってもうその場で全部やっちゃって、でグレートピットも街に帰ることなくやって、でタイニーフェザーはなんかアビリティクライミングとか使うじゃないですか。でアビリティポイントがなくなったんで街に戻ってなんかゆっくりしてたんですよね。でそしたら裏四天王イベントが発生したんで、放置するっていうことがもしかしたら一つあるかもしんない。ちょっとわかんないっす。めっちゃ走ってる。あれこれセルフバーニングかかってんのかな。そういえばライオンみたいな感じになってんな。よくやってくれた。クレームタイラントは我が手に落ちた。お前には礼をくれてやろう。さあどれくらいの強さか、ちょっと2倍でいこう。でじゃあトマホークがいいかな。ちょっとナイトハルトのブラッドスパルタン一発撃ってセルフバンニーがかかってるか確認しよう。でそうするとやっぱ総流派で遠距離でしょ。エスパテロペラがないんだよな。三聖書覚えてないから乱れずくか。でリバイバー例によってかけておこう。シーフからこれは大丈夫。ヘルファイバーです。痛い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 。やっぱり食らうわ。トマキトマキってなんやねん。まあ、ちょっとトマホーク
やっとかなきゃいけないってことで、剣戦だってさ、食らうんだよね、反撃食らうはずだから、回復はちょっと。で、それを考えるとマリーンだな。そう、あ、剣戦ない。めちゃくちゃ食らったんだけど、剣戦いけるっていうのが分かったから、じゃあ東の水を使って一旦ラファエルを回復させとこう。で、総流派で自分だな。じゃあそろそろフレームウィーク、これは大丈夫。痛い、連続攻撃か。ちょっと待って、なんでさ今ラファエル俺間違えた。で、回復させながら行きますか。サンライトアロー一応覚えてんだな。全然ダメージ通んないと思うけどね。そういうかが、まあまあこれ結構食らえそう。ああ、それと320か、全然取り戻せんだ。ムーンライトヒールやっぱり回復量高いね。剣戦が打てるようになったら、剣戦でもキル使うからね。大体と1ずつしか回復していかないな。で、マリーンは意外に LP 減ってない。で、ムーンライトヒールはラファエル。これで、だいぶあれ、てかもう奇跡の水使おう。面倒くさくなってきた。さあ、打ってからいけ。いいね。クラウンはちょっとね、素早さ遅いんだよね。さあ、じゃあこれでかといって、じゃあ何があるっていうあれなんだけど、なんもない。車輪撃って投げてんのこれ。ちょっと一回やってみよう。で、剣、あ、待ってスコーピオンは光の腕って、いや光の腕はなんか食らった気がするんだよな。ちょっと剣戦でいこう。で、総流派でラファエルがないから、ないとはいえ乱れ突き強いキャラやっとこう。で、フラマも回復役、剣戦。いいえ、めっちゃ食らうわ。基本100か。これは、あ、これ大丈夫だ。じゃあ車輪切っていこう。で、ラファエルちょっと回復に回すか。じゃあコズミック態度は全体攻撃で、だったら単体の方が火力は高そうだよね。行くぞ。行け。戦略どっちが強いんだかよく分かんねえ。うわ、これちょっとそんなに強くないな。あ、ちょっと待って、そういうことか。一回誰かがさっきやったから剥がれて車輪撃通ったっていうだけで、車輪撃自体はやっぱり遠距離じゃねえわ。トマホーク投げた方がいいや。あれだな、リバイバーが切れた。ソーリーハは安全でしょ。そう考えるとまた、じゃあリバイバーかけ直すか。ああは2回なんだ。そうだ、さっきも2回食らった。トマホークうまくいけば過激のヨーヨーが発生するからね、まあ、それにかける感じだけど、じゃあラファエルマジどうする。賛成賞ないのが痛いよな。命を削ってウォーターガンやるんだったらサンライトアローだな。で、リバイバーを、まあ、フラマ地面にかけとこう。サンライトアロー弱すぎる。まあ、それはラファエル別に術使いじゃないから。また長期戦になりそうだな。ナイトハルトがそろそろポイントがつきそうだ。これがグッズ。火力が高かったな。これも剣戦使えねえし、一回ガードしとく。でムーンライトヒルであれば、うわー、リバイバが発動したな。あ、リバイバ発動すると動けないんだ。なるほど。
ちょっと待って、先に蘇らせるのか。あ、マリン。まひってんのか、フレームウィップで。なんか動いてねえなと思ったら。いや、まひったまひった。ちょっとこれは直さないとまずい。浄化。あ、マリン倒ったわ。その分 BP が溜まってんな。なんかマリンの最大 BP が少ないな。少ないけど、まあまあやっていけるでしょう。結局よくわからん。ただシーフは大丈夫なはず。死にそうだなマリン。しかしトマホークは結構ダメージソースになってるから、癒しの水で自分だな。マリン全然減ってねえんだけど。ちょっと回復回にはなるか。これ耐えられる。シフなんか耐えられる。よしよしよし、さすが硬い。シフはマジで。リバイブを張り直したい気がする。でナイトハットは血栓がまだいけないか。ガードマリン何かが下がってんな。何が下がってんだ。でラファエルもムーンライトヒールを打てるようになんか余計なことしないようにしよう。ガードで今は多分リバイバー張れんな。フラーマー一発で死ぬから、突撃食らったら張っておこう。あ、今ヘルピー減ってか。またあれか、ナイトハルトで浄化の水 LP を消耗します。しょうがない、浄化してもらおう。 LP を使ってに過激が出ないな。マヒタが減った LP。 悲しすぎる。で、じゃ浄化をマリーンで、ムーンライトヒルでマリーン、ラファエルも減ってんな。ムーンライトヒルでラファエル、あ、てかシフめちゃくちゃ、いけ、やべえ、なんかやめた。2人死んだ。死んだ関係で浄化の水が変なとこに行ったな。でシフがあれが溶けてるね。ガードして回復が先だな。シフは耐えられる。若干きつくなってきた。さっきの火車みたいなの食らってからちょっと体勢がまずい。でナイトハルトは自分回復で、マリーマも攻撃に移るでしょ。でラファエルはシフ回復、フラーマはまだリバイバー腫れてるから、なんだかったってリバイバー役立ってんな。これリバイバーなかったらきつかったかもしれない。総流派火力が出ない。しかもトマホーク外してるし、一旦張ったでしょ。いやもうないわ。ラファエルがあれか、ラファエルとナイトハルトがまひってんのか。800とか強いぞ。トマホーク普通に強い。いやでもちょっとここはもう攻撃あるのみでいかないといけないけど、いやいけないけど無理だな。さすがに2人まひってんのはやばいから、ナイトハルトここちょっと回復回にするか。浄化出した。死んでない。リバイバーか。いやマジでいいわ。でナイトハルト自分でしょ。で周りにはやっぱり総流派、ムーンライトヒールでラファエルで、フラーマがまたないのか。もう聖杯使うか。奇跡の水、やばい、死ぬ。大丈夫だ。トマホミスった。一回体勢を立て直す。で聖杯もマジで役立ってる。でトマホークでナイトハルトか、また剣戦で攻撃で、マリーンもいける。でラファエルはもう回復役だな。フラーマ回復させて、でフライマはまたリバイバル張る。シーフ
大丈夫、シーフは耐えられてる。でリバイブも張り直せるから、まあまあまあ OK。 ヒットポイントが高いんだな、やっぱこいつ。攻撃の手を緩めるとだいぶ長期戦になっちゃうね。でまだリバイブ張れるときにガンガン張っとこう。マリン連携が繋がんないって言うと、お、来た、ヨーヨー、やっと来たよ。全然火力が全然違って、いやマジか、リバイバーが無駄になった。一回蘇らして、まだリバイバーいけんな。すげ、フラワーのリバイバーが切れてる。そういえば宿題劇みたいな名前、蘇れで3人ピンチか。ラファエルも回復に入って、クラーマも回復に入んないとまずいな。エンパイア結構食らうからね、死んだし。そうなんだよ、結構食らうのよエルファイアは。癒しの人でラファエルを蘇らして、総流派は打っておいて、ちょっとやっぱリバイバーは張り直したい。マリン、よし、ヘルファイア一発耐えた。でトマホーク、ラファエル FP が結構厳しいな。ナイトハルトちょっと攻撃に回すか、剣戦。マリン結構減ってんな。そりゃそうか。これ人雷と総流派だったらどっちやつなの。人雷一発撃ってみよう。でちょっとラファエルやることなくなっちまった。死んだから BP がなくなってる。シーフを回復させよう。ヘルファイア単体だったら全然いいかも。800か、いよいよいけ。まだ大丈夫だな。3くらいまではちょっと陣内使っていこう。ナイトハルトが減ったでしょ。でリバイブ張ろう。ラファエルで、これまひると結構立て直しがめんどくさいんだよね。いやまひったわ。奇跡の水をちょっと打たないといけないっていうのがあるから、奇跡の水ね、浄化の水だ。でラファエルはまた回復に入って、フラーマもう一発やることないもんね。やることないからリバイバーナイトハルトに貼っとこう。ここで全員リバイバー貼ってやったら、あ、発動したな。マリンが1減ってんな。そうすると治ったから大丈夫だ、元気だ。で陣雷撃つのは危険水域に入ってきたけど、まあ行くしかない。でマリンに張り直そうリバイバーを。2連続かよ。700でシフもまずいのか。ちょっと今回回復で手一杯だな。マリン回復に入るか、自分を。でラファエルはシーフ、あれどう回復させたっけ、忘れちゃったもん。でラファエルもすげえ減ってんな。もう奇跡の水もう一回使う、まあ、回復はできるからね。ちょっとめんどくさいけど砂漠まで行かなきゃいけないから行こう。これはちょっと余裕を見て。死んだ、あ、リバイバー切れてた、もしかして。でヒットポイント的にはじゃあ一回持ち直してるから、フラーマを蘇らして陣雷撃つか。まだいけるラファエルが何もねえ。火車使ってんだ、ちょっとマジでわかんねえ。しかも何か減ってんなステータスが。
マリも3か。もう3はちょっと厳しい。回復薬に入るしかない。奇跡の水を打とう。ここは、いや、ちょっと待って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 、こうも連続でシフ、いや、マリの LP がまずいな、これナイトアルトちょっと攻撃に入るか。シフが落ちたからな。まあ、藤娘一応持ってんだよね。プラズマショット打ってこう。でフラーマちょっともう一回かけ直しだな。マリン LP やばいけど、え、今どうなった？耐えた。500影や倒した。まあ、なかなかねきつかったな。イノーマスウィングよりは辛かった気がする。ヒットポイント高いね、やっぱり。ちょっと今回2人しか倒せなかったけど、コスモエッグなんとなく条件分かったんで、ちょっと次回は4人倒していきたいと思います。片手の、あ、これ47あるじゃん、攻撃力。あ、これはいいわ。じゃあコスモエッグ装備しよう。今フランシスカだけど、結局 LP 用しかなくなっちゃうから、追加で1個装備させるか。装備重量超増えんだけど、51とか。まあいいや、47は単純に火力高いっしょ。 OK。 ちなみにフレームタイラント倒したから冥府に行けるようになってんだよね、僕。サンズの川、という感じで、じゃあ次回はですとか、あとシェラハにも挑むことができるので、次回は神に挑んでいきたいと思います。というわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。